この写真を撮ったとき、持ち主さんにこの写真は公開していいですかと聞いたら、別にいいよと言ってくれましたので、あなたの知らない古い石油発動機、お見せしたいと思います。それでは、どうぞ。こんにちは。こちらは、棚ごた久保田放送局です。こちらはね、あまり見かけない発動機ばかり集めてみました。これはね、日東という石油発動機です。2馬力、小さいものですね。横キャブレターの箱マグ型。一本のね、プッシュロッドだけです。古い時代のものです。これはね、茨城県水戸市で作られた田中発動機という発動機です。2.5 馬力かな。これはね、下キャブレターですね。V 型ホッパーが特徴です。非常に希少価値が高いです。これもね、見かけない第一っていう、工藤っていう会社が作ってんのかな。非常にね、これも珍しい発動機だと思います。これも下のキャブレターから吸い上げてる形です。箱マグ型 V ホッパー。こちらはね、面白い銘柄なんです。フランスのね、皇帝ナポレオン。そのナポレオンの名前を取った発動機です。パッと見ね、ヤンマーの発動機かななんて思っちゃうんですけど、ナポレオンって書いてあります。非常に珍しいと思います。こちらは NA エンジン。岡山市の製造で NA 商会っていうところで作られたエンジンですね。こちらはね、また珍しい。香川県で作られた 100% っていう銘柄の石油発動機です。100%。横キャブの箱マグ。非常に珍しい発動機だと思います。めったにね、運転会には出ません。めったにっていうか出たことないんじゃないかな。こちらは NTN。軽油リード発動機って書いてあります。リードが銘柄になるんですかね。横キャブの、箱マグ。これも古い時代のものになります。ホッパーがちょっと膨らみあるところが特徴かな。これは TS オイルエンジン。杉山発動機。千葉県の発動機です。千葉でもね、こういう発動機作ってたんですね。少ないんじゃないかな、千葉県で発動機作ってた工場。いくつぐらいあるんでしょうか。非常に珍しいと思います。これはみずほ、石田鉄工所、製造。岡山ですね、これも。岡山の 2.5 馬力。これは下キャブレーター、マグラのところにね、石油温める装置っていうか、ちょっとそういうシステムがついてます。これも工夫ですね。エビス発動機。これもね、赤い塗装が残ってたりして、赤かったんでしょうね、エビス。これは回転マグネットですね。ちょっと新しい時代のものです。でも、エビスっていう銘柄がね、なかなか見かけないかな。圧縮抜きのレバーもついてます。これは池田鉄工の八島、高松市で作られたエンジンです。V 型ホッパーで、横キャブ、箱マグ型ですね。これもなかなかお目にかかれないかな。これはね、ストーバー、海外製のものかな。なかなかね、これも見かけない。3馬力って言っても、非常に動輪は大きくて、どれくらいありますかね。60センチ、70センチくらいあるかな。珍しいと思います。これは野田エンジン。珍しくないじゃないかと思いきや、4馬力でご覧いただくんですが、なんと、箱マグです。
野田エンジンいっぱい残ってますけど、だいたい回転マグネットでこういう箱マグがついたのは少なくなります。これは内田鉄工所の農耕用発動機ということになります。これも V 型ホッパーかな。マフラーね、特徴があります。武骨な感じがしますね。これは翼という発動機で、ホッパーがこう四角じゃなくてね、加工してありますね。こんな感じで丸みを帯びていてね、ビジュアル的にも惹かれる発動機です。これは戸畑の SL 型という発動機です。縦型なんでね、一見ね、焼き玉エンジンかなって思っちゃうんですけど、マグネ灯がついている電気発火式の縦型の水冷発動機です。これは富士王っていう広島県福山市で作られた発動機です。これもこの銘柄もね、なかなか見かけない発動機ですよね。これも下キャブレターですね。クランクケースカバーは、カバーじゃなくてね、油よけ型のものになってますね。これは角田、緑色が残っていてね、クランクケースカバーの上にはボッシュ式のマグネットがついてるみたいですね。古い形です。この右側のここの石油層にはポンプで下から上げるようにポンプがついてます。これは一等山2馬力、久留米市で作られた小さな発動機です。横キャブレターですね。こんな形して可愛いですね。これでも何を動かしたんだろう。これはストロング、ホッパーがねちょっと膨らみを持たせた、何馬力だろう、2馬力かな。ストロングもたくさんいろんな形があります。ちょっとね、全体像が取れてないんですけど、これは何だったかな、ウォーターって書いてある。これね、確か日本製じゃないんですよ、外国製で、よく見ると、名盤見るとこれ多分タイの言葉ですよね。タイで作ってたんでしょうか。まあそんなこんなでこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。